国道21号線岐阜バイパスです。今日はちょっとめっちゃ雪降っとる。今岐阜県なんかな、ちょっとあんま分からんけど、から大桑道路の国道258まで行きたいと思います。ちょっとナビは無視するけどね、ちょっとナビの案内がねあれなんで。狭い道行きよんでね、波が大きい道路から回ってちょっと雪降ってるから怖いんで行きたいと思います。これより凍結地帯スリップ注意やって、怖っ、嫌やな。国道21号線です。岐阜県。多分岐阜県。だいぶ行ったな。車線ここなくなんか。なくなんな。前見えへんもんな、視界が。多分この21号線を行ったら258に当たると思うんで、あ、名神の乗り口か。いや高速やねんけど、ここで名神に乗ったらえらい回らなあかんな。多分そうっすね、やっぱり名神乗るとちょっとえらい回らんといかんので、また渋滞とかねしてたら嫌やし、ちょっとナビ切ったらよかったな。凍結したやって、ここから。あ、ラジオでも聞こうかな、道路情報。吹雪いとるやん。何側なんやこれ。多分そのまま行くと258に出ると思うんで、大きい道を通らんとね、何あるかわからんから、みんなやっぱゆっくりやな。
ああ、大垣って何、愛知県なのかな、分からんけど。前原は滋賀県やな。ここ今何県だ、吹いとるわ。新いびき川、新いびき川橋。前見えへんやん。なんか全然前見えへんやん。えらいなこれ。出るやん。えらいっすねこれ。みんな止まってるやん。休憩してんのか。あ、大垣市入った。ってことは。めっちゃ積もってる、もうえぐ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 い。何度？一度。凍結はいけそうやけど。あー、めっちゃ滑りそうやわ。怖いわ。吹いてるやん、マジで。関ヶ原、 U ターン言い出した。 U ターン言い出して関ヶ原まで19キロ。この辺やばいんかね、まあ、名神で帰った方がやばそうや。滋賀とかの、京都とかの周り走ってたら。めっちゃ U ターンし当てようとしてる。ナビ切らなあかん。また U ターン言ってる。大桑道路出んのにな。めちゃくちゃ降ってるやん。U ターンなんかできひんちゅう。めっちゃゆっくり、みんなみんなめっちゃゆっくり。やっぱりめっちゃゆっくり。あ、岐阜県やな。まだ大垣市って岐阜県か。みんなめっちゃゆっくりやね、やっぱり。お、来た来た来た、258。あれ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 。
何ピピピって。レーダー汚れやって。何やろレーダーって。何のレーダー。大桑道路に入りたいと思います。これで一安心やね。はい、てことでですね、国道21号、岐阜県のどこかちょっと分からへんけど、岐阜県からあの岐阜県の岡崎市国道258まで走りました。お疲れ様でした。